どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、昨日からねもう始まっている JCB の新しいキャンペーンをね紹介していきたいと思います。しかもこれがですねまた流行りの 20% 還元キャンペーンなんですよね。これが、JCB の、マークがついているクレジットカードで、なおかつね一人何枚までみたいな決まってないので、まあ私のようにねリクマイラーっていうマイルを貯めるような人は、まあ、クレジットカードたくさん持ってると思いますので、まあ、今回ね、こちら乗っかってみてはいかがでしょうかと思って動画を撮っております。でまずですねこの JCB のキャッシュバックキャンペーンなんですけども、まず期間ですね8月の16日から12月の15日までということで、もうねキャンペーン自体は始まってまして、で期間が12月の15日ということで結構長いですよね。3ヶ月以上ありますのでいいですよね。でまず、キャッシュバック条件なんですけども、支払い自体は JCB のクレジットカードを、スマートフォンに登録して、クイックペイで支払うっていう手順になります。で一つずつ説明していくと、まず、Apple Pay、Google Pay の、対応のスマートフォンが必要です。だからガラケーっていう時点でもうこれキャンペーン参加できないんですよね。まずこの2つ、Google Pay、Apple Pay に対応したスマートフォン。で次にキャンペーンに参加。でその次に、実際に Apple Pay、Google Pay をで、お店で利用するっていう感じになります。で、今言ったクイックペイって何っていう思われる方中にはいるかと思うんですけども、クイックペイっていうのは、電子マネーの、本来スイカとかってチャージしてたりクレジットカード紐付けて使いますよね。まあ、それと同じような感じでクイックペイっていうものを通して、クレジットカードを支払いみたいな。ですのでまあチャージしなくていいんですよね、クレジットカードが紐付いてるんで。ですけどまあもちろんね支払い上限はあるんですけども、まあ簡単に言うと、電子マネーの、そのままクレジットカード払いができるみたいな、まあ経由してるみたいな感じですよね。まあ私は結構前から利用していて、まああのクレジット決済でねできるだけ支払いを集めたいという方は結構ね利用している方も多いと思います。でコンビニとかもねもうあの財布も持たずに携帯1台だけあればもう支払いまでね済ませられるということで結構便利なんですね。まあ、今回その支払いに限定されているっていうものなんですね。ですんで、JCB のクレジットカードをキャンペーンに登録して、JCB のクレジットカードをお店で普通にクレジットカードを切って支払ってもね、今回のキャンペーンには対象になりませんので、今回の対象はクイックペイで支払って初めて、キャンペーン対象となりますんで、それだけ気をつけてくださいね。で支払いのそのキャンペーンの上限ですね、 20% 返ってくるんですけれども、上限が1万円までですので、最大利用可能額というかそのキャッシュバックを一番最大で取るには5万円の支払いで1万円返ってくるみたいな感じですね。5万円で1万円、まあ、1000円だったら200円みたいな感じですね。5万円以上使っても最大数は1万円ですので、1万円以上は返ってこないという感じになります。で、キャッシュバックの対象のカード、まあ、先ほど JCB のマークのついたっていう言い方をしました。でこの JCB のマークがついてればいいみたいな感じでもないんですよね。まあ、こちらも JCB の方で、まあ、このカードは OK、 このカードはダメみたいな多分決めていると思うんですよね。でそれが今回ね結構分かりやすくてですね、JCB のホームページ、あの概要欄にこのキャンペーンのね、ページは載せておくので、まあ、そこで、ご自身が持っている JCB のクレジットカード、私ちょっとさっきやってみたんですけども、JCB の自分のクレジットカードを番号を入れますよね。それで、あの16桁、4444のあの16桁のカードを入れて、キャンペーン登録をするとですね、このカードは OK みたいな、このカードはダメみたいなのがその場で出ますんで、それで、そのカードが利用できるかどうかっていうのはね分かるようになっておりますんで、まあそういう意味では分かりやすくていいかなと思います。で支払いもクイックペイだけなので、先ほど言った通りねクレジットカード普通に切っても対象になりませんのでね、
そういう意味ではいいですよね。まあ、その場でそのクレジットカードが OK かダメかっていうのはね、分かりますんで、そういう点ではいいと思います。で、最後にね、クイックペイのってどこで使えるんだろうってみんな思うと思うんですよね、使ったことない方は。で、クイックペイって今すんごいいろんなとこで使えるんですよ。今あの LINE ペイとか PayPay ペイペイとかね、結構いろんなキャンペーンやっておりますけども、まあ、使えるところがね限られたりっていうのは結構あると思うんですけども、クイックペイに関してはすごいたくさんあるんで、ちょっとねあのここのここに出そうかなとか思ってたんですけど、もう出し切れないぐらいあるんで、概要欄にあのクイックペイの加盟店ね、あの URL 載せておきますので、まあ、そこ見てもらって、で今後ね、まあ、12月の15日まで、まあ、大きな支払い、まあ、5万円ぐらいなんで、まあ、なんかちょっと買うにしてでもですね、クイックペイ使えるお店で、利用するとこあるんじゃないかなみたいな、ちょっと見てもらって、まあ、使いそうだったらね、今回のこのキャンペーンね乗っかってみてはいかがでしょうか。電気屋さんとかでもね多分使えると思いますんで、まあ、そうなったらね、まあ、5万円ぐらいの商品が1万円引きで買えるっていう計算になりますので、そういう意味ではいいですよね。これからそういう購入予定の方はね、ぜひキャンペーン乗ってもらって、Apple Watch とかだったらね多分4万5千円とか5万円ぐらいですよね。それだったら多分ね本当に 20% オフで、まあ、1万円近い割引額で買えるんではないかなと個人的には思います。まあクイックペイ対象かどうかはねちょっと個人的に見てもらって、対象じゃなかったらね使えないんですけども、多分大丈夫だと思いますので、いかがだったでしょうか。今回は、JCB の、クイックペイを利用した、20% 還元のキャンペーンですね、まあ、12月15日までっていう長いスパンで利用できますんで、それまでにね多分ある程度買い物される方多いと思いますんで、まあもちろんコンビニとかでもねクイックペイ対象あの利用できますし、ファミリーレストランとかでもね結構利用できるところ多いので、まあ、そういう意味ではこのキャンペーンね乗らないわけにはいかないんじゃないかって個人的には思います。まあ私もね何枚かクレジットカード登録して、これからね使っていこうかなと思っております。今回の動画はね、JCB の新しく始まったキャンペーン 20% 還元のねキャンペーンの動画を、紹介させていただきました。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。